こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、基本動作についてお話ししようかと思いますけども、一部のね、超高度な戦い以外は、勝負以外は基本動作の世界で全部収まっちゃうんですよね。例えばね、天下一武道会みたいな大会があるとして、そこの出場権を得るのにはどれだけしっかりと基本ができているかだけなんですよ。で、優勝決定戦みたいなところでは臨機応変な部分とか、本当にね、応用編とかの応酬になると思います。ただね、私たちはそういう高いレベルでやってないですからね。せいぜいビジネスでいうと月収100万とかじゃないですか。一つのポイントとしては、月収100万は基本動作だけで十分到達可能ですし、私もね、経験をもとに言わせていただきますけども、基本動作だけで3年間で1億円、これはね、みんな行くんですよ、基本動作だけで。じゃあなんで行かない人がいるのか。それは基本動作ができてない、それにつきます。甘く見てるんですよね。それこそですね、ビジネスっていうのは暮らしの一部にあるわけではなくて、一日の暮らし全部がビジネスなんですよ。どんなところでもです。例えばですね、自分が誰も見てないだろうというところで行動したこと、それが全て自分の弱さになってくるんですよね。まあ、好きになってくるわけなんですよ。まあ、ですんで、誰も見てないだろうからいいだろうっていうところは、いや、確かにね、見てないんですけども、自分が見てるんですよ。そういうふうに人が見てないところで手を抜く基本動作がある限りは、必ず全ての基本動作の中にその手抜きが出てきたりとか、抜かりが出てくるんですよね。だからうまくいかないんですよ。このぐらいはいいだろうと思ってませんか、ね、そうなると時間を守るっていうことに対しても、5分ぐらいいいだろう、3分ぐらいいいだろうと、これね、早くても遅くてもダメなんですよ。正確にその時間がちゃんとストライクできるかどうかっていうところが、正確に目標を貫けるかどうかっていう基本動作になってくるんですよね。まあ、ですんで、まだね、自分が何者でもないと思うんだったら、基本動作を徹底的にやることだと思います。まあ、武道でもそうですし、スポーツでもそうですし、じゃあ基本動作をやらない日ってのがありますかねってことなんですよ。空手の道場に行った時の体験ですけども、基本動作ね、必ずどんな上級者もどんな初心者も基本動作を2時間やるんですよ。その後で組手をやるのか、別のことをやるのか、講話を聞くのかってことになってきます。基本動作が大体ね、全ての稽古の9割に入ってるんですよ。そして今私は三味線や民謡をやってます。カンフーもやってます。カンフーはちょっとね、基本動作を教えてくれるところが今のところ見つかってないんで置いとくとして、三味線民謡っていうのは全て稽古っていうのは基本なんですよ。基本をずっと繰り返してるだけなんですよ、何年も何年も。それこそ応用編っていうのはほとんど出てこないですね。そういう高いレベルのところで何かをやろうとしてるわけじゃなくて、それこそですね、超上級者のことをやってるわけじゃないんですよ。まずは上級者ではなくて、初心者が初心者を脱出するために、初心者のうちにやっておくべきこと、つまり基本動作をやってるだけなんですよ。大抵の方はその基本動作だけでもう全てが終わるという形ですよね。でも勝負するには、勝利で勝つには、継続するには基本動作ができてるだけで十分なんですよね。まあ、例えばね、私たちは YouTube をやってますけども、 YouTube を基本動作とするんだったら、 YouTube をね、毎日10本とか20本更新するのは基本動作のうちだと思うんですよ。じゃなければユーチューバーとしてね、プロフェッショナルとしてはなかなか言えないんじゃないかなと思うんですよ。だってね、スポーツのプロフェッショナルが、じゃあジョギングをしない日ってありますかね。これがだから、ユーチューバーとしては、まあ、コンテンツをね、毎日10本、20本撮るっていうレベルになってきます。クリティカルヒットを作るようなね、そんなね、素晴らしい作品っていうのは、別に年に1本とか2本でいいんですよ、ユーチューバーといえども。普段はユーチューブを10本、20本、まず数を出す、トレーニングをするってことですよね。これができて基本動作だと思います。その基本動作の上にクリティカルヒット、ね、超ロングランの再生数1万、5万、10万っていうのが成り立つわけなんですよね。まあ、ですんで、再生数とかチャンネル登録が見込めるほど取れない人がね、まあ、YouTube の更新頻度を落としてみるとかね、やる気がなくなっちゃうっていうところでは、なかなかプロへの道は厳しいのかなと思いますね。とにかく徹底した基本動作だと思います。で、私がビジネスでやっていた基本動作っていうのは、まずはね、アフィリエイトなんですけども、自己アフィリエイトはね、多分誰よりもやったんじゃないかなと思います。1ヶ月10万の利益と決めて、最初の3年間はそれをやり通しましたし、毎日誰かに自己アフィリエイトを教えてお金をもらう、ね、この講義をしてお金をもらうってこともずっと続けてました。1年間でだいたい400件人に教えてお金をもらったということになります。1人2万円もらいましたんで、だいたいいくらになったか想像できるでしょ。この売上だけが走るんじゃなくって、それによって私は自己アフィリエイトを教えることに誰よりも長けてきたっていうね、経験値とか自信を手に入れたわけなんですよ。ですので自己アフィリエイトを人に教えてない方は、未だに人に教えるのに不安を持ったり、人に教えることによってお金をもらうことにかなりね、
不安定感を持つんじゃないかなと思います。私はだから自己アフィリエイトで2万円もらうことは当たり前のレベルになってるんで、お金もらえないんだったら教えないってところまでいけると思うんですよ。で、お金がなくても教えてあげるってところにそれは人が流れると思いますけども、さあお金もらわずに教える人がそこまで腹くくれるかなってことなんですよ。ただなんだから、まあ分かんなくてもしょうがないよねっていうふうな教え方になってないかなってことですよね。はい、それからですね、その他にもありますよ、例えば FX の基本動作ね、これ1年間私続けましたんでね、それこそ1年間は1回も勝てなかったのは当たり前ですよ。勝てなくて当たり前です、基本動作が入ってないんで。でも2年目からは基本動作がピシッと入りましたんで無敵ですよね。もう勝つばっかりしかないんですよ。今 FX の指導までしてますからね。で、5年間でそういう風になるんですよ。5年かければせめてこのぐらいにはならないといけないと思いますし、まあ、万年初心者みたいな人もいますけども、早く脱出するためにね、一点集中するべきかなと思います。それで健康の基本動作です。健康の基本動作もこれもね、またね、本当に地道なんですよ。食べるもの、飲むものを気にする。で、私たまにラーメン食べたり菓子パン食べたりするでしょ。あれは基本動作を徹底してるから、ああいうことをしても崩れないんですよ。すぐに戻るんですよ。だからはね、よくね、動画のコメント欄にありますけども、そんなもんばっかり食べて体に悪いですよって言いますけども、体にいいことをずっとするからああいうことができるんですよ。メンテナンスが常に行き届いてるから、たまにはね、オーバーランできるわけなんですよ。だからここが大きな違いです。で、この経験がないと菓子パンを食べてるところを見て、わっ健康に悪いとか思っちゃうんですよ。いや、菓子パンを食べても影響がない暮らしを作ったから食べてるわけですからね。だからそれまでは全然食べてないわけですよまあそういうことですんで、最近ね、こういったちょっと変わったものも飲んでますけども、こういうものを飲んでも1日にどのぐらいだったら自分は消化できるかなってことが捉えられてきたんで、基本動作ができてきたんで、たまにはね、こういうふうな独特しいものも飲んじゃうわけなんですよねということで、基本動作の難しさと、それから基本動作の大切さ、今回はメッセージお届けしてみました。まあ振り返ってみてね、具体的に自分がどのぐらい基本動作を甘く見てたのかなってことがね、お分かりいただけたんじゃないかなと、ちょっとね、偉そうに言いますけども、私も速稼塾の塾長として弟子に向かってね、放送するつもりで今回は皆さんにお届けさせてもらいました。そのぐらい常に基本動作なわけなんですよ。ジョギング、走り込み、腕立て伏せ、ビジネスでいうところのね、日々、こうやってね、継続して何かを発信するってこと、商品を作り続けるってこと、これね、ビジネスの基本動作です。いや、これをやってきてもそんなにポンポンポンも物が売れないんですからね。じゃあたまにしか商品作らない人、たまにしか動画発信しない人、たまにしかセールスしない人、こういう人ってプロになれますかね。いや、なれないんじゃないですかね。365日24時間余裕がないうちは、とにかく人を見たら何かを売ってみてください。それが基本動作のうちでございます。本日は以上です。